皆さんこんにちは、旬 TV チャンネルのトランペット奏者の佐々木旬です。本日はですね、いい音を出すにはいい音で弾きつけるという題でやっていこうと思うんですけれども、まあ、いい音って一体何だろうということなんですけれども、いい音の定義というのは、まあ、多分結構人それぞれなんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、音の鳴りだったり、響きだったり、明るさもしくは暗さ、あとは太さ、細さ、お好みだと思うんですよね。暗くてダーク、太い音が好きだ、ロータリートランペットのような音が好きだとか、あとはもうバーンと明るくこうキラキラした、サウンドが好きだとか、すごくこういい音ってたくさんあるんですけれども、まあ、そのいい音を出すためには、自分好みのいい音を出すためにはどういうところに注意して、音を出したらいい音が出るのかっていうところを今日ちょっと、説明しながら吹いていきたいと思います。それでは、まあ、本編入っていきたいと思うんですけれども、レッスンの場で、今まで、見てきて苦労しているなと思うポイントが、まあ、いくつかあります。これはね、いい音に、なるためにすごく大事なポイントになってくると思うんですけど、まず3つほど。1つ目、アンブシュアです。これはね、すごくね、悩んでる人多いと思うんですよね。これについてもちょっと別動画で、アンブシュアのことだけ動画を作っていきたいと思います。2つ目、アパチュア。アパチュアって何だろう、ちょっとこれ予習しておいてください。アパチュアって何だろうな、シラブ、シラブって何だろうな。まずこの3つですよね、アンブシュア、アパチュア、シラブ。これは金管楽器をやっていく上で、まあ、もちろん他の楽器にも想定されるかもしれないんですけど、この3つの単語はぜひ皆さん覚えておいてください。で、実際じゃあそれがどういうふうに関わってくるかっていうところ、今日はこういうふうにやったらいい音に近づけるんじゃないかなっていうポイントをこれからやっていきます。まずたくさん の生徒さんの音を聞かせてもらうと、まずね、口に力が入って音が潰れている、こういう、子が結構います。こういう音がしちゃう、こんな感じ。すぐ聞き覚えがある人はいると思いますし、あ、今自分と同じ音が聞こえたっていう人もきっといると思うんだけれども、まあ力入ってるよね、これはね。じゃあ力どうやって抜くのって言うと、すごく力抜いてっていうのが一番答えなんですけれども、唇って柔らかいですよね。この柔らかい唇を力を入れるともちろん硬くなるわけで、この硬くなるものは、まあ普通の状態、喋る状態、もしくは寝てる状態であれば、まあ、唇柔らかい状態なんですけども、この柔らかい状態をちょっと最初まず意識してみてください。これは変にこう横にビューって引っ張ってこうやってやってで、あと潰れちゃう。まず柔らかくなる、そこに息を自然に吐いていきます。まっすぐ、今ドが出てるんですけれども、このドを少し安定させていきます。この状態っていう状態じゃなくて、柔らかい唇を柔らかく使う状態をぜひ意識するということ。もちろんね、音域を変えていけばある程度唇が緊張していって、こう少しは硬くなっていくんですけれども、低い音、中音域に関してはあんまりこう力を入れることはまず最初は考えずに、柔らかく、こういう感じで意識してほしいなと思います。2つ目のポイント、息の量が少ないと、さっきみたいにこういう感じの音になっちゃう。
もう少し息入れましょう。下のドから真ん中のソぐらいでいいと思います。楽に吹いたらもう少し息を入れてみて、できるようになったらする人がいる。こういう感じの音になります。歯閉じて吹きますよ。こういう音する子もね、たまにいるんですけれども、歯はぜひ開けてみてください。開けるじゃどれくらい開けたらいいのかなっていうのは、もちろんね、音域によっても変わると思うんですけれども、まず下のベーから真ん中の F ぐらいの話で言うと、マウスピースをちょっと逆さまにして、他にこう、噛んでみます。これで唇を乗せます。これぐらい。これぐらいをちょっと意識して、下のベー、吹いてみたいと思います。こんな感じ。小指の先でもいいです。マウスピースのここね、こう、ちょっとバッチリからね、噛みたくない人はこう、小指の先でもいいです。口入れを乗せて、このままです。吹いてみてください。そうすると、息が思ったより通るのが分かると思います。え、こんなに口開けてていいの？最初すっごく不安だと思います。言っておきます。絶対不安、これ。けど、思ったより息がたくさん出ちゃうから、うわ、こんなん絶対違うと思うかもしれないですけど、吹いてみてください。思ったよりもしっかり楽器が鳴るっていうのが分かると思います。これが3つ目のポイント。4つ目のポイント。息のスピード、圧力のコントロールがうまくいってない場合があります。低い音に関しては、息の量を使います。スピードはそんなに速く。高い音に関しては、息の量はほとんど使わない。これをちょっと今、実験してみたいと思います。実験。じゃん。はい。というわけでティッシュが登場しました。ちょっと実験してみたいと思います。さっき言った低い音は息をたくさん使う。高い音はそんなに使わない。これをちょっと実験してみたいと思います。これ後でちゃんと美味しくいただきますっていう感じのやつですね。これね、無駄しないように、はいはい、こんな感じでちょっと柔らかい方がいいので1枚だけ使わせてもらいましょう。はい、これをこれくらい離しただけでもこれ動く、これくらい動きます。はい、まあ、ティッシュすごくこう敏感に動いてくれるんですけど、低い音の時は、はい、こんな感じで、すごいバタ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 って動くと思うんですけども、これがハイトーンになっていった場合、どれくらい動くのか、ちょっと下からやっていきますよ。いきます。
一つ一つの音を鳴らして吹く。これがいい音を鳴らす、いい音を維持させる、コツです。これだけじゃないんですけれども、やっぱりまずこの辺りを気にしながら、やっていってほしいなと思います。まとめです。本日のまとめ1、口に力が入って音が潰れてる人は唇を少しリラックスして、そんなに音域は高くなくて大丈夫ですから、まあ、真ん中の底から下の底ぐらいのところで唇をこうあんまり緊張させない、柔らかく使う、柔らかく使う練習を意識をしてみてください。2つ目、息がしっかりと楽器の中に入るように、息をしっかりとコントロールしてみてください。息の量ですね。3つ目のポイント、歯が閉じていないかどうかちょっとチェックしてみてください。大きさの基準は、まあ、下のベーぐらいであればマウスピースの後ろ、もしくは小指ぐらい、上に行っても歯が閉じるってことは、僕はないと思う、ないと思う。ズズズって絶対息のノイズが乗るので、いくら高音になったとしても歯が閉じるってことは、くっつくってことはないですから、ちょっとこの辺はもう一度意識してみてください。4つ目、息のスピード、圧力。まあ、さっきちょっとやったものとした息の量ですね。そのあたり、うまくいってますか？必要な分だけ、必要なぐらい力を入れて吹きますということです。その量は音一つ一つ違います。ドはド、ドのシャープはドのシャープ、レはレ。ミはミ、ファはファ、ソはソ、それぞれ、条件は変わってきますので、一つ一つの条件に、沿うように、音の鳴りムラがないように、鳴りムラがないように、例えばこうなっちゃうとダメです。これ鳴りムラがありますよね。なんか時々音が詰まってるなとか、こういうことがないように、一音一音しっかりとなるように、ゆっくりで構わないですから練習してみてください。というわけで本日、いい音を出すには、音で引きつけるっていうところを、やっていったと思うんですけれども、ちょっとここのあたりもう少しやってほしいなとか、もう少しこう掘り下げてほしいっていうところがあれば、ぜひ、コメント欄コメントしていただければいいなと思いますし、グッドボタンと、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。次回は何やろうかな、今ちょっと考えてみたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。